こんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は11月7日の午後1時頃でございます。本日のテーマなんですけれども、愉快なお仲間からのリクエストで、宮中茶会、同じテーブルで鹿は利宮殿下に対して何を思っていたのかと聞いて、聞かせていただいております。これは何を思っていたのかなので、思念ということになりますよね。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。同じテーブルで鹿は利宮殿下に対して何を思っていたのかでございます。わあ、これちょっとすごいの出てます。見てください、これね、うわすごい、見れば見るほどこれすごいですよ。これね、お茶じゃないですか、これね。茶会、お茶で赤い服着てね、で鏡を見てるんですよ。鹿らしいですよね。ね、鏡見てるんですよ。これ出てますよ、カードこれ出してきてますよ。で、まああのね、それを置いておきまして、もうそれその通りだと思いましたよ。でもね、意味はあのね、これはなんていうかな、利宮殿下という人が神秘的、神がかり的、そんな能力を持つ深く霊的、精神的な人、そのように思っています。神秘的、神がかり的な能力を持っている、霊的な存在みたいな、そういうものを感じている、なるほど、鹿にすれば上出来ですよね。ね、それが感じられるなら。で、あとはね、何か、そうだな、認識かな、認識をね、深めようと努力している、認識を深めようと努力をしている人。まあそれは、まあ、いろんな意味でなんですけれども、まあ、あの場所ですので、こうあのご招待客の方々とお話をしている、その中での、感じることなんじゃないでしょうかね。あとね、このカードが表しているのは何か高められた気ですよ、エネルギーなんですけど、気、それとかなんかね、霊的領域における進化なんです。霊的に進化しているみたいな、まあ、その通りだと思いますよ、あとは高度に発達した直感、悟りとか、まるで悟りを開いたみたいだみたいな、あとはね、未来を見る能力、それから意識の高まり、こんなところでしょうか。すごくね、あのスピリチュアルなカードです、これは。で、今ね、きっとね、あの利宮殿下はもうあの両陛下からいろんなことをね、あの学んでいると思うんですよ。それこそ帝王学ですよ。なので、そんな中で祈りもあるのではないでしょうか。で、そういう側面がすごく、側面と申しますか、そういうところがすごく進化してるんじゃないですか。鹿にも分かるぐらいなので。これ鏡にはどんな己が映ってるんでしょうね。ね、ちょっと次見ます。おう、ハイアーナーズ、なるほど、なかなかよく分かっていますね、鹿にしたら。これは物事は進展しているというカードなんです。で、あの自分ではなく利宮殿下のこういう姿を見ているってことなんですよ。長期にわたる成功を約束する新しい地位とか任務とか、そういうものを予期するなんです。そういうカードなんです。それは立体師、これは立体師の姿でしょう。で、利宮殿下の状況は改善しているとか向上しているなんです。で、あなたは、まあ、これはあなたはというのは利宮殿下はということなんですけれども、利宮殿下は待望の認知を受けようとしている、好転している、
そういうふうに感じている。それかもう一つは本当にこうなんて言うんでしょうね、水面下でこういうことが進められているんじゃないんですか。なんかちょっとそういう感じもしますよ。それをまざまざと感じているんじゃないでしょうか。次いきます。こちら1枚で引いてます。赤い服着て何か考えてますよ。そう、これは重大な決定が下されなければならないなんですよ。だからどんな決定を下されなければならないと思っているのかってことです。何か考えてます。なのでほら、映像で見ますと、もう利宮殿下のお話ししているところを、まあ、横でね、まあ、顔を作ってアヒル口でうん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 とうなずいているんですけれども、もしかしたら最悪全然違うこと考えている、うん、そういう可能性あります。お話についていけてないとかそういうことよりも心ここにあらずで、もう恐ろしいですね。ね、まあ、ある意味いい神経してますよね。で、何か一生懸命考えている、違うことを思っている、うん、そういう可能性もありますね。次、いや実はね皆様、ここまで来た時に、ああもうね本当にもうなんて言うんでしょう、もう参ったじゃないですけれども、もうねいよいよ本当にもう分かってきたかなとも思ったんです。でもこのカード出たら、なあ違います、やっぱりいつもの鹿です。これはこれ嫌なカードなんですよ。もうね、まずは不一致、自分との不一致、それから不満、不快感、不愉快、それを表すカードなんです。なのでテーブルについていて不満だったんです。不愉快、不快感で顔は作っている、まあ、木と一緒ですよね、うん、決して良い予感ではないとか、これは決して良い前兆ではないとか、そういうふうに思ってるんですよ。それはそうですよ。ここにこういうのが出ているので、それからもう陛下とも通じるようなこんな感じね、うん、まさに天皇になるべくしての力ですからね。これはね、悲しい状況を表します。あと強い対立を生むような勘違いとか、うん、解釈違いとか、そういうケースだと思ってるんですよ。だからね、やっぱりね、これは本来であれば H なんですよ。 R であり H であるんですよ。だから自分がこんな風になろうという大変な解釈違い、勘違いをしている、そんなケースだと思っている。それからね、これは戦う心構えのカードなんです。政治で出ると自分が渇望するような、そんな結果を得るためになんです。そんな結果を手にするために、もう精神的に今よりもっと戦う準備をしなければならないと思っている状況なんです。それと今のこの状況自体は自分たちの計画に反して展開していく可能性があると感じている。そうですよね。で、自分たちのそのみすぼらしい状況、今のそれは悪化を示している。うん、その通りですよ。何が利宮殿下をフォロー、腹渡煮えくり返りますよね。ねえ、そう、ウェイティングディストレス、また出ましたよこれ。そう、これ一緒なんですよ。これほらね、なんかね考えてるんです、思っています。で、先ほども申しましたが、上の空ですよ。何か考えている。集中してない。失礼な。ねえ。失礼で無能力ですよね。ねえ。で、まあ、考えながら、これ、待つカード。待つ。何よって、極度の不安とか、混乱。あと、苦悩、苦痛。
そして、経済的困窮なんですよ。それを待っているような状況だというふうに考えているんですかね。これは要は、思っているそんな感じですよね。なんか不思議にこれね、鹿だからだと思うんですけれども、なんか浅いものしか来ないんですよ。こうなんて言うんでしょう、いろいろあるじゃないですか。これ思うって一言、考えると一言言いましても、例えばいろいろ案を練っているとかね、いろんなことを感じたり思ったりして考えているっていう 深いものじゃないですか。熟考するとか検討するとか、これそういうのじゃないんですよ。なんかふわっと思ってるんですよね。ただ気が散っていることだけはすごい感じます。と鹿らしい、集中できてない、エナミーメッセンジャーファルスです。こんなふうに思ってるんですよ。これは敵のカードなんですけども、競争とかライバルを見てるんです、ね、でこれは送るなんですけども、死者を送ってるような感じです、ね。送るなんですけどもと申しましたが、今これね、送るって来たんですよ、死者というよりも。で何をって申しますと、これは裏切りなんです。裏切りと不誠実を送っているような感じ。これ改めて送るのではなくて、あのテーブルでだと思います。そんな思いだと思いますよ。ライバルだと思って見てるんですよ。とんでもない話ですよ。ライバルなんてとんでもないですよ、年の宮殿下はかけらもそんなことを思ってもおられないでしょうね。鹿なんて相手にもしないのはね、我々私の考えですけれども、年の宮殿下はそんなことは思ってもおられませんでしょうしね。成功の遅れ、達成の遅れ、ホープ、テンサーと結び、これもあのテーブルでの出来事です。これテーブルです、これはね、成功の遅れ、達成の遅れなんですけども、成功するなと思ってるってことなんですよ。これ願い望みで、あの雰囲気がすごい緊張した雰囲気、あのテーブル、自分ですよこれ、自分、緊張した空気とか緊迫した雰囲気、それから張り詰めた空気とか、そんな風に感じているんですよ。で、成功は望んでないんです、これ。成功の遅れというカードなんですけど、成功は望んでいない。年の宮殿下の。もしも望んでいるとしたら、自分の成功は遅れているけれども、なんとか成功するようにと望んでいるかもしれない。無理。これはあのテーブルです。あの時です、これ。またソウトですね。ねえ、何ですかこれ、これ何なんでしょう。これって完全に、これ見てください、両端、これ両端が、使用人なんですよ。要はもう鹿ですよ、こんなもん、我々の目から見たらね、鹿ですよね。でも鹿は自分はこれなんです、なんか悩んでる感じなんですよ。心配事とか悩みとか、やっぱりこれほら、またそう、なんか思ってるんです、なんか考えてるんです、何か考えてるんですよ。気をそら、気が散ってるんですよ。でこういうことを思ってるんです。これはお世話とか奉仕、こちらは自己犠牲とか献身で、貢献したり尽力したり、そういう姿が出てるんです。本来は自分はこれなんですよ。だけど何を思ってこのカードを出してきたかなんですよね。まるで世話を焼いてあげなければいけない、もう頭が痛いわみたいな、そんな感じに取れるんですけど、決してそうではないですよ。絶対そうではないので、年の宮殿下の方が優秀なんですから。何が世話ですか、逆じゃないですか。自分が世話焼かれて悩んでるんですか、そんな感じですかね。それとも
一番強く来るのは正直申しまして、私の感覚で。一番強く申しまして、自分がこんな風になるのは絶対嫌だと思ってるんです。それをぼーっと考えている。なので、すごいね、あの場でいろいろ感じてるんです、これを。これとか、もう、この凄さを感じてるんですよ。で、うわ、自分がこれになるのは嫌だと。心配している感じです。あ、赤犬のね、赤服で。To attract attention. Late proceedings. はあ、これはね、注目を集めるとか、注目を浴びる。年の宮殿下ですよね。で、これは遅れ。もうね、遅いっていう気持ちがちょっと出ている気がします。時期を逸したというか、自分にですよ。自分というか、アーケです。で、これは、事態の推移なんです。移り変わり。もう、年の宮殿下がこんな状態になってきて、もう時すでに遅しぐらいになってきてる。自分たちが挽回しようにも。そういう移り変わりを感じているような、そんな気がします。確かこのカード、うん、裏はね、懸念心配不安なんですよ、これ。だからなんかそんな気がする、うん、それが出ているかなと思います。これなんか見事にね、裏がうまいこと何か出してる気がしますね。これもね、先ほどのこちら緊迫した雰囲気とかね、これ逆にすると立ち去るカードですからね。自分のね、もう限界ですよ、これは。次見ますね。あ、夫人です、これ。あ、マレティ。これ、この間もこれで出てますよね。あ、これ鹿ですよ。これ、嘆き。ね、本当に具合悪いんじゃないですか、今。私、気配ないって申しましたけど、本当にこれそうなんじゃないですか。だ、いや、こうなってきて、いやちょっとね、落ち着きますよ。ちょっとあまりにも興奮してしまいました。こういう状況を感じ取ってるじゃないですかね。で、これになったらもうため息しかないですよね。ああ、どうしようって感じだと思いますよ、うん、これはね、 H とか A とかじゃないです。この人ですよ。本当にこんなことなってません。いや、骨折じゃないですよ。ちょっと次の3枚見ます。最後です。ガーリン、なんか分かる気がします。うん、シップ。ああ、分かる。これはもう国民です。今の我々の状態です。もうどんどん増えていってるんです。年の宮殿下、年の宮殿下って求める声が。それと同時に青木ははい、丸ですよ。もうそれがどん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 で、もっと集まって、もっと集まってになってきている。それがここに出ている。で、これはやはり先ほどの出ていた、あの、推移なんですよ。物事は動いているんです。それを表すんです。うん、事態が移り変わっているんです。変化している。物事は変化している。変更、そういうのを表すんですよ。あとは活動とか運動とか、そういうのも表すので、この隣にあるじゃないですか。この力によってこの船が動き出している感じなんです。で、このスターズのカードは、この3枚のうちのラストポジション、このポジションを取った時っていうのは、もうね、成功達成とかそれだけじゃないんです。もう、成功の結果を約束するような、そんな意味に変わるんです。漠然とこれは成功とかを思っている、うん、とか、まあ、思っているというか、まあ、望ましい、成功 がもたらされるとか、そういう意味ではありますよ。希望とか大志とか、展開していくとか、見通しとか、あとは何だろう、強い願望とかね、方向性とか、そういうの、物事の明るい側面を表すとか、まあ、ポジティブなカードではあるんですけども、ここに来た時はもう、これはね、
成功の成功とか達成、あと好ましい結果がもたらされるという、そういう意味に変わってるんです。なんでこうなっていって、これ自分にとって好ましい結果じゃないです。じろっと横目で見て、豊宮殿下の、まあ、横目というか、あの人間は上目遣いで見てるかもしれないですけど、顔作りながらね、これが見えてる感じなんですよ。国民が宇宙にリクエストしている感じです。まあこの場合ですと神に祈っていると申しましょうかね、それが現れてるんですよ。だからああこうなっていくんじゃないかって思っているような、そんな出方です、うん、はい。それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。